皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日はエキシビジョンマッチ日本対ザスパ草津、本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。さて北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。そうですね、今日はね絶好のサッカー日和っていう感じになりましたよね。さあキックオフまであと少しです。さあ試合開始の笛が鳴りました。ダイレクトで出す球、早く折り返したいですよね。ボールの先に本山、またチャンスだ。ボールを入れるのはサントス、稲本、まずは中央から行きましたがボールはつながっていきません。仕掛けてきた、サイド抜けてきた。さあサイドからなんとどうだ。いやいい蹴りしてますよ。ちょっとした角度のつけ方ですけどね。山口、もう一度頭で、ここから佐藤、左へ出す、佐田、先制のチャンスだ。いい位置でスローインになりました。あっとここでファール。さあキッカーは木森、草津チャンスになります。これは真正面、カジ、サントス、ボールを回して、はい、読まれていました。スローインするのは稲本、サントス、宮本、田中、カジ、縦へのロングパス、素晴らしい集中力。ヘッドで競り合います。佐田、横へ持っていく、鈴木、カウンターになるか。さあ競っていく。さあこの位置でタッチを割りました。中を見ている、中田、宮本、スペースへ出す。いいタイミングだ。早く折り返したいですよね。かろうじてクリアしました。一度下げて、さあ一気に前線へ送った。おっと出しましたね。ここで笛です。頭でつないで止めた。一旦はたく、そこから佐田、ここはドリーズか、玉田、後ろにはたいた、下げて、ここは宮本、田中、短く出します。んー、いい形。あっといいですね。後ろにパス、ボールはタッチラインを割ります。スローインは日本、ここは小笠原、
ああいいプレーですね。佐田下げて、ここは斉藤。前半も15分が過ぎました。宮本ディフェンスラインで回します。外へ開いてきた。これは通りません。少し出して後ろへ、小島。山口、佐田、もう一回山口、右にはたいた。酒井下げて、ここは斉藤。パスをつないでいく。小川、トリーズか。宇治家、酒井、宇治家、右へタッチを割りました。日本スローインです。そして稲本、カジ、日本ボールキープしています。小笠原、いいところ出ましたよ。先制のチャンス、再びチャンスになった。左へのクロスが出たんですが、ここは合わせられませんでした。中へ入れてくる、ヘッドで戻す。さらにこのクリアボールから、3人も入ってきたんですけどね。草津、試合は前半の半分を過ぎているんですが、今のところ0対0。だんだんとこうサイドを切り崩されてきたというイメージがあるんですが。そうですね、まあ、上げられても中にいる選手にきちんとチェックが入っていれば大丈夫ではあるんですけども、ちょっと多いですよね。いやー、北澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。これは長すぎました。いいタイミングで出ましたよ。そうですね、左へ出した。佐田、まだ持っていく。ファールを取られました。さあこの位置から蹴ります。ゴール前入れてきた。危ないところでした。手元の時計では30分が過ぎようとしています。そしてここはもみ谷、頭で競り合う。素晴らしいプレーだ。外した。いやー、北澤さん、もう本当そのまま行きそうな感じだったんですけれどもね。はい、コンビネーションも素晴らしかったですね。草津、ここぞというチャンスを逃しています。さあ梶、前に送る。田中、宮本、サントス、大事なところ、一瞬遅れましたね。カジ、さあ奪った。佐藤、酒井、小さく回します。浜田、サントス、いいですね、うまくスペースを潰しましたよ。宮本、ヘッドで競り合います。左にはたいた。稲本、さあ速攻、ちょっと合いません。ここに小笠原、左へ出した。サントス、今いける。後ろへ下げる。
ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。ああ、やや硬いですよね。監督としてももっと強引に攻めさせてもいいかなと思ってくるところだと思いますよね。草津、ここはしっかりと守りました。もみたに、斉藤、左へ送ります。佐田、下げてここはもみたに、右へ出した。斉藤、小川、酒井、ここはしかし中田、本山、玉田、カウンターで来る。玉田、サントス、日本ボールを回します。そしてここは稲本、これが繋がらない。酒井、トリーズか。今前半の40分です。さあ攻撃に注目です。佐田、ここは茂谷、小川、さあどんな展開を見せるのか。ここで笛です。ここからのフリーキック、クロス、おっと危ないところでファールになった。この位置から蹴るのは山口、直接狙った。残念でしたね。でも悪くないでしょ。宮本、一気に来た、通りません。ゴール正面でしたね。そうですね、もったいなかったですね。酒井、左に送ってヘッドでの競り合い、ボールは後方へ。下がったボールは小笠原、カジ、田中、ここからカジ、回します。宮本、どう崩していくか。サントス、立て、おっとこれピンポイントだ。ここからどうする。ここはクリアします。ちゃんと周りが見えてましたよね。一旦後ろへ返します。宇治家、笛が鳴りました。前半終了。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。はい、お互いチャンスになるところもあったんですけどね。しかし流れをつかみさえすれば後半ゴールを見られるでしょうね。はい、草津、まだスコアとしては差はありませんが少し単調になっているパターンですか。はい、見ていて少し単調な気がしたんですけどもね。中盤でボールを持った後の一つ工夫が必要かもしれませんね。はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半が終わったところで点差はありません。両チーム無得点で折り返しています。それでは後半戦を見てまいりましょう。さあ後半戦始まります。日本エンドが変わって右から攻めます。その反対側がスタート。どう攻めていくのか。逃げます。小川、いいですね。うまくスペースを潰しましたよ。玉田、宇治家、スペースを使う、通った。力みすぎたんでしょうか。しかし北澤さん、実に惜しい場面でした。いやね、完璧だったんですけどね。草津、スルーからのチャンスを逃しています。さあここで小笠原、つないで田中、カジ、どう攻める。田中、稲本、左へ送ります。どこから攻めるのか。鈴木、玉田、つないで稲本、これはつながらない。カジ、このパスは強すぎた。これはキーパーキャッチです。さあカウンター、酒井、山口、右に送ります。仕掛けてきた。
細かいボールの奪い合い。ゴール前にいるのはキモリ。もう一度、さあ戻して、鈴木タイミング合わない。いいとこまで行ったんですけどね。さだ落ち着いています。もう一度もみ谷、さだ、ウディーヤ、ゴールクロスは0対0、点差はありません。小笠原左に送って、左サイドバックサントス、稲本、さあどんな攻撃を見せるんでしょうか。中田、ここはつながりません。山口、つないで宇治家、大きく横へ運んでいきます。酒井、端からチャンスを作る。さあチャンスになった。酒井かなりいい位置にいたんですが、ボールもらうことができません。なんか3人ほどいたんですけどね。これは突破できない。ここは戻します。後ろからのマーク、本山、これは通りませんでした。本山、再び梶、軽く出して稲本、今のはファールです。ここで選手交代でしょうか。そうですね、変わりますね。まあ同点という状況の中でね、ここでより攻撃的な布陣にしていったんでしょうね。ウジーヨ、スペースに出した。さあいけるか。おっとマイナス方向、早く押し込みたい草津、ここは阻まれます。中田、さあスペースに抜ける。左に送って、そして佐田、ボールは後方へ、後方で回しています。長いボール、ヘッドで競り合います。左サイドからの攻撃になりました。そこから山口、中に上がってきている選手が少ない。さあ入れてくる、相手に当たりましたね。コーナーキックになります。ラインに逃れましたが、これは仕方がないですね。ゴール前にいるのは高須、これは思い切り飛び込んできましたね。全くです。ヘッドでの競り合い、後ろからチェック、このパスは大きすぎました。ボールを入れるのは寺田、宇治家、ここに小川、もう一度頭で、高須、佐田、競り合った、右に叩いた。しかし北澤さん、後半も半ばに入っています。はい、草津、後半での動きが良くなってきましたか。まあそうですね、確かに後半から攻勢はかけてますけどもね、ここだというチャンスは作れてませんよね。左にさばいて、ここで笛です。
さあキッカーは山口、ゴール前に入れた。そこから宇治井へ、寺田チャンスを伺っています。中田、カジ、これは長すぎました。後ろへ下げる、左にさばいて山口、大谷、吉本、頭で競り合う、奪いました。中田短くつなげて、あと少しで後半30分。サントス右へ回す、稲本、ボールは左サイド、小笠原、あっとパスに追いつけません。キーパーファインセーブ。小川つないで斉藤、縦に出した。ディフェンスラインでパスを回しています。宇治井へ、佐田、いけるか、後ろへ預けた。さあどうする、キープします。本山、小笠原、縦から右サイドに開いて、さあ競っていく。ここでホイッスルがありました。さあこの位置からのフリーキックです。絶好のチャンスです。さあまたメンバーを入れ替えてきます。直接来た、パンチング、ここはよく守りました。ボールを持っているのは与田、大谷、少し出して、いいパスが通りました。中に2枚、いい形になった。小笠原、稲本。さて北澤さん、時間もほとんどなくなってきました。今のようになかなか動きが見られないところを見ると、このまま終わってしまうのかなとも思うんですが、いかがでしょう。そうですね、両チームとも後半の動きにキレがありませんね。いや止まってますよね。このボールを蹴るのはサントス、ここからのクロス、さあ宇治井へ、ここはボールを下げました。強いですね。右へ出した、もっとヘッドで競り合う。もう一度もみ谷、ここから行くか、つないで高須、短く出します。ピンチを逃れました。今後半の40分が経ったところ、吉本、高須、ここから寺田、右から上がっていきます。ここを拾いたいですね。ああこれメンバー変えますか。そうみたいですね。まあね、同点ですからね、活気を与えるために変えてきましたよね。ボールを入れるのは寺田、宇治井、山口、小川、左へ出した、与田、大事なところ、
さあ上げるか、小笠原、ここで笛です。中田、読まれた、さあ先制点のチャンスになるか。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。カウンターチャンス、吉本、横へ持っていく。ロスタイムに入りました。しかし依然両者無得点のまま。さあ前にいるぞ大谷、チャンスになるか。あっといいですね。吉本つないで、もみ谷、上が鳴りました。0対0、非常に残念ではありますが0対0の引き分けで試合を終えました。さあ北澤さん、今日の対戦振り返ってください。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですね。そして試合終了後のデータを少し見てみましょう。草津、シュート数では相手を上回りました。この辺いかがですか。そうですね、相手よりゴールに近づいてた分悔しいでしょうね。本日の結果は0対0、両者同点で引き分けとなっています。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。Thank you.